こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。水瓶座の満月を迎え、今日からお盆に入りました。お盆は日本の夏季に行われるご先祖様の霊を祀る一連の行事です。日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事になります。かつては太陰暦の7月15日を中心とした期間に行われていましたが、明治に太陽暦が入ってから新暦の7月15日に合わせると農繁期と重なって支障が出る地域が多かったことから、新暦の8月15日をお盆とする地域が多くなりました。お盆の起源は定かではありませんが、1年に2度初春、初春と初秋の満月の日に先祖の霊が子孫のもとを訪れて交流する行事があったと言われています。初春初春のものが祖霊の年神として神格を強調されてお正月となり、初秋のものが裏盆となって仏教の行事として行われるようになったそうです。日本では8世紀頃には夏に祖霊供養を行う風習が確立されたと言われています。裏盆は祖先の冥福を祈って供養する仏教の行事で、裏盆行と呼ばれるお経で説かれている教えが元になっています。お釈迦様の10代弟子の一人、建蓮の亡き母が餓鬼道に落ち、その救済をお釈迦様に相談したところ、同じ苦しみを持つ全ての人を救うように諭されました。そこで木建蓮は安吾という修行僧が夏の間に行う修行が明けた僧たちに食べ物や飲み物などを施してねぎらいました。この安吾が明ける日が旧暦の7月15日で、ゲゲとも呼ばれています。そしてこの木建蓮の功徳がガキ界にも伝わり、亡き母も救われたということです。お盆にお供えするお花には、暑い夏に負けない花持ちの良いお花として菊、ユリ、スターチス、カーネーション、リンドウ、ケイトウなどが定番です。暑さに弱くトゲのあるバラや毒を持つお花は避けられますが、個人が好きだったお花や夏に旬を迎えるひまわりや蘭のモカラなどをお供えするのもおすすめです。お花屋さんではお盆にお供えするお花を調達する人たちで長蛇の列になっていました。一般的にお盆で使われる花はだいたい決まっていますが、仏教に関連した理由があったり、花言葉や歴史によって選ばれたりもしています。その花の種類の一部をご紹介したいと思います。公正常真実の愛の花言葉を持つ菊は、悪い気を払うとされ、古くから仏花として使われてきました。天皇家でも古くから菊を愛で、御印象にも菊が使われていることから日本で大切にされてきたお花です。これを仏様にお供えすることで敬意を表しています。フランスにもお盆のように個人の墓前へお花を手向ける風習があります。こちらのスターチスは触ると少しカサカサと乾燥していて、花言葉は変わらぬ心、途絶えぬ記憶があります。夏季は4月から6月頃ですが、年中出回っているお花です。小花が集まったボリュームのある姿が魅力的ですが、実は花に見える部分は萼で、実際の花はその中に小さく咲いています。花が散りにくく、色鮮やかな萼が美しく残るので、仏花には欠かせない切り花となりました。こちらのオレンジ色のほおずきはお盆に欠かせないものです。お盆に精霊は迎え火や提灯の火を頼りに帰ってくると言われており、ほおずきはその火に見立てて盆棚に飾られます。ナスカのほおずきは平安時代から薬用として使われてきました。花言葉は心の平安です。夏の夜に浮かぶ赤いほおずきは幻想的で、お盆といえば菊よりほおずきを思い浮かべる方も多いことと思います。お盆の間、個人はほおずきの実の中で過ごすとも言われています。こちらにあるのはハスの実です。仏教とハスの花は密接な関係があります。ハスはインド原産で、仏教では最上の花、極楽浄土に咲く花とされています。仏様の台座もハスの花の形をしています。ハスは7月から8月に咲きますから、
お盆に飾る地域が多いです。蓮の葉に洗った米や菜の芽に切ったナスやキュウリを乗せてお供えする地域もあります。蓮の花や葉は生け花で使われたりもしますが、水揚げがとても難しく、専用の水揚げポンプもあるくらいですので、蓮のつぼみを買ってお供えしても咲かせるのは難しいです。なのでその実を飾ることもあります。これはドライにすることもできます。蓮の花については昨年の動画でも詳しくお伝えしていますので、よろしければそちらもお楽しみください。遠方でお墓参りに行けなかったり、お供えするお仏壇がなくても好きなお花を飾ってご先祖様に思いを馳せると感謝の気持ちが届きます。ご先祖様と素敵なお盆をお過ごしください。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝きますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。面白かったという方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。